超かわいいすずめちゃんさん、ありがとう。あ、百ユーロめっちゃ好きですって言ってくれてる。あ、ほんと？そう、センターの曲なんすよ、百花繚乱。色づく思いはせつら。はい、かよ、やよ、やよ、ね。ふふふ。ふふふ、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 ふふ。そう、だからセンターだからさ、もうダンス本当に、本当になんかこう、他の曲よりもね、2倍ぐらい頑張んないとね、やばいんだよ、センター。色づく思いは切な百花繚乱花吹き、パッと咲いて散った。はい、読みます。裏話でさらっとセンターにされた話聞いてもらった。え、そうなんよ。え、違う、別にね、あの、この世はさ、はい、世がセンターを絶対に踊りたいですみたいな言うわけないじゃん。言えると思う？絶対に言わないんですよ。言うわけもなくですね。もうなんかもう完全にふぶきちゃんがね、もうなんかあの、アメちゃんセンターで、アメちゃんセンターでお願いしますみたいな感じに言われて、って。なんか普通にさ、ディスコのね、シャトルのログ見てたらさ、みんななんかこう、そう、あの、この前さ、どっちどっちの歌なんか聞いてるよみたいなプロデューサーさんいたみたいな歌じゃんか。そう、で、その、プロデューサーさんと話すディスコのログ、てかその、テキストチャットがあって、百花繚乱のね、百花繚乱のメンバーのテキストチャットがあって、で、なんかそこで、なんかもう、あやちゃんメインで行きたいと思いますみたいな、ふぶきちゃんが言ってて、知らない知らない、みたいな。ってなって、なんか気づいたら真ん中になってた。気づいたら真ん中になってた。ね。で、なんかもう、もうなんかね、ヨガもう、なんか、なんていうかな、え、そんなの無理だよみたいな言う余地もなく、なんか、なんかこう、多分分かりやすく言うと、ふぶきちゃんがもう肩、ヨの肩、ガシッて肩、こう肩組んで、な、あやめいけるよなみたいな。あやめちゃんならいけるよみたいな、なんかこう、なっつって。はい。はぁ、これした、みたいな。そんなんじゃないけど、そんな怖くないけど、そんな圧かけてないよ。わかりやすく言うと、もうなんかもう、あやみちゃんもうセンターでドーンみたいな。もういっちゃえみたいな。いけるよねみたいな。そんな感じで、もうなんか、要はさ、そんな無理です。なんても言えず、なんか気づいたらセンターになってたんですよ。なんていうね、裏話もありながら、百花繚乱はね。iTunes でも Spotify でもね、配信されてるので、ぜひとも機会があれば皆さん聞いてください。